はい、市場はですねウクライナにこれから味方するんじゃないかなと思いますね。まあ今はなかなか難しいですよ。企業の活動とかが制限されたりとか、今は戒厳令ですか、引かれたりとかして、なかなかね日常っていうのが奪われてる状態なんでね。いやでも多分ことが収まった後、まあどういう政権がねこうこのウクライナをこれからまた作っていくのか分かりませんけども、でも今回このチャンスを逃したら永遠に NATO に参加するチャンスを失って、ウクライナは、まあ、ロシアの属国といいますかね支配下に入って、結構そのプーチン大統領の意を受け継いだ人が政権を握って国民はかなり苦しい思いするんじゃないですかね。いや怖いですね。でもねこんなことがねこの時代起きるなんてね。でしかも常任理事国が、国連の常任理事国が拒否権を持っている常任理事国が戦闘を仕掛けてるわけですから、もうどこも止められなくなっちゃったというね、国連の機能も疑問視するようなことになってきたりとか、この前もね WHO のテロドス議長ですか、まあ、ある国に手こ入れしてるってバッシング受けてましたけども、結局は話し合いで解決することができないから戦争が起きて、戦争は話し合いによって終結する落としどころを作るために生命を消耗してみたいなところがありますよね。人はねこうなんですよ。なんか命よりも大切なものがあるという大義名分で戦争を始めて、命より大切なものはないというね理由で戦争をやめると、どちらにしても本当今この瞬間でもね、何一つ罪を犯していない普通の家庭で真面目に納税して子育てを一生懸命している、なんとか仕事を見つけて一生懸命そこに従事している人が戦火に家を追われ逃げ場所を失って命を落とすなんてことがねあるんでしょうね、きっと。想像するとね、私も昨日空を見上げながら考えたんですけども、この青い空にいきなり軍用機が飛んできて自分の頭や子供たちめがけてミサイル撃ってんだなと思ったらね、なんとも言えないですね。もうついついロシアは悪い国、プーチンは希代の大悪党っていうふうにしか見えなくなってきてしまいます。その国にはその国の事情があるのかもしれませんが、今は世界でロシアという国を離れていろんなところで生きていらっしゃるロシアの方、結構、なんか針のむしろなんじゃないかなと思いますね。政府を憎むが国民は憎まず、なかなかそうもいかないもんです。もしかしたらどっかの国ではねもういろんないじめにあってるかもしれないですね、今ロシアの方とか。なんなんでしょうね、早く平和になってほしいなと思うばかりですよ。ストーンさん、平和だからこそ仕事もできるし投資もできると。いや今日はねそんなことを感じました。お互いチャートを見てる身として、それでも投資家はここに集まってるのかっていうね、片方ではちょっとこう背中の寒い思いをしてますよね、はい、ということでいただいた動画使わせていただきます。ありがとうございます。